iPad の共創選挙とデジタルライフスタイルのアートの方向性についてお話ししたいと思います。それ最初に iPad の説明して、で次に iPhone の説明したいと思います。2つ目に戦略ポジショニングと、2つ目に特性とイノベーションについて iPad と iPhone で説明していきたいと思います。 iPad の戦略ポジショニングについて、iPad 事業の競争戦略とは何かっていうのを説明していきたくて、クォーターの5つの競争要因分析を使って説明していきたいと思います。iPad はいろんな機能があるんですけど、この本では、対象市場を電子書籍リーダー市場とした時のポジションと優位性をどのように確保していくかっていう説明をしていきたいと思います。これクォーターの要因ですけども、何回もやってると思うんで、分かると思います。で、1つ目、競合他社との競争関係について見ていきたいんですけど、これはアマゾンやソニーなどの競争が激しかったりとか、機能特性に差異がなくなって他社との差別化が難しくなっていくっていうことがあります。2つ目に、売り手の交渉力。売り手の交渉力では、出版社の争奪戦が過剰になったりとか、新人作家発掘の戦場になったりとかします。で、3つ目の買い手の交渉力を一番注目していただきたくて、1つ目のマルチタスク機能がないと魅力的な商品として客が受け入れてくれないっていうのがあって、2つ目が端末料金が安く良質な画像で単価が安くなるためっていうのがあるんですけど、どっちも最近の顧客、現在のビジネス環境だと買い手の思考変化がすごく多くて、マルチタスク機能がないと受け入れてくれない顧客もいれば、料金が安いだけでは受け入れてくれなくて、それの例えばその iPhone、iPad でも iPhone でもなんですけど、携帯とかを買い替えるとかの、なんていうか、スイッチングコストが高かったりとかするから、それが安くないとダメっていう人とかもいるので、それに合わせていかなきゃいけない。4つ目の新規参入の脅威は、電子書籍レーダーが出版業界を一層効率化し、市場規模を拡大するなどがあります。5つ目の代替品サービスの協力としては、4番が電子書籍リーダー機能だけ持っている良さがあって、さっき言ったコモディティ化するであったりとか、あと新規事業策の再開を維持するのが困難になったりとかしていきます。で、5つ目がさっきやった電子書籍リーダーの出版業界がすごい難しい、市場規模を拡大するっていうことがあります。で、 iPad の特性とイノベーションを見ていきたいと思うんですけど、ジョブズは7つの機能が重要であると言っていて、その7つの機能がこれです。ネット閲覧、写真、動画、電子書籍、音楽、ゲーム、電子メール、この7つがあることが重要であると言って、で iPad はその画面が大きくて解像度もすごくいいから、映画を見るとかも動画を見たりとかも全然適してるし、あとキーボードが大きくなったのでそれで適しているとも言えます。で、こうした解析さをもたらすこの7つの機能を実現することによって、新たな距離感が生まれているって書いてあります。新たな距離感っていうのが、具体的に書いてあったのが、携帯は20センチ、パソコンとかは60センチ、でも iPad は40センチの距離で人と関わるっていうのが書いてあって、見る距離感から読むとか視聴する距離感、新たな距離感を生んだと書いてあります。次に iPhone について同じように見ていきたいと思います。またこれもクォーターなんですけど、
競合他社との競争関係としては、新機種、スマホの新機種を開発する要素が増えてきているので、それによって競争が激しくなってきていて、あとは競合他社が増えていくので、価格競争に向かう可能性とかが出てきます。で、2つ目の売り手の交渉力としては、他社のアプリケーションストアとの間でアプリ開発者が競合する。これは、iPhone は、iTunes ストアかな？で、あと、スマホとかだと Google Play とかが出てくるから、それでアプリを開発する人たちがどっちに行っていくかとか、それで競合が発生したりとかしていきます。で、次、回転の交渉力。これさっきと一緒で、いろんな思考変化がすごく多いので、それをニーズに合わせていくことが大切。で、高機能形態というだけでは回転のニーズも合致しなかったりとか、端末料金を SLT だけでもダメで、スイッチングコストを考えたりとかもしなきゃいけないっていうのができます。で、4つ目の新規参入の領域としては、技術が模倣されてる、どんどん真似されてっちゃっていて、それで新しく入ってくる企業との差別化をするのが、どんどんより良いものにすることが困難になってきています。で、5つ目の代替品サービスの脅威としては、これは自分たちの脅威っていうよりは、iPhone が出たことによって、今までの携帯、電話とかに脅威を与えてる方、で、特性とイノベーションとしてはまず iPhone が進化する背景としてアプリっていうものがあります。で、アプリで Apple が2008年に Apple Store を開設しました。で、開発者がアップルストアにアプリを売っていって、アップルストアの申請といろいろ審査とかが通るとアプリが売られていきます。で、なんで開発者がアップルストアにアプリを売っていったのかっていう理由として、まず一つ目にソフトウェアの流通にイノベーションをもたらしたから、で、二つ目に魅力的な収入分割システムの存在っていうのがあるんですけど、で、一つ目、もうこの流通にイノベーションをもたらしたっていうのは、物を売るのって今マーケティングとかでもやってるけど、いろいろ考えなきゃいけなくて、製品を開発してパッケージを考えて、流通どうやって流通させるか考えて、在庫管理もしてっていうのをしなきゃいけないけど、このアップルストアだと売るだけで、あとは全部アップルがやってくれるっていう面で開発者がメリットを持っている。だからどうアップストアに行っていくっていうのがあって、2つ目の魅力的な収入分配システムの存在っていうのは、有料アプリと無料アプリがあるんですけど、有料アプリの場合は開発者が7割売り上げの7割をもらえて、アップルが3割をもらえるっていう高い割合で開発者がもらえるために利点を持っている。無料アプリの場合でも広告収入が多いから、アップルにすごい人数が増えれば増えるほど広告の価値が上がって収入も増えるっていう感じでなっていきます。で、こんな感じでアップルはデジタルライフスタイルの新しい方向性を確立したのかなって思います。以上です。